今シーズンセレッソに復帰した大久保嘉人は開幕から勝って終わらせたいなっていうのは思いますけど、どういう試合でもいいですし、もうワクワクする。フリーキック組んでからのこぼれ球、大久保ですね。大久保です。大久保。いいボール。大久保の後はゴールセンスというか、ここに来るだろうという予測とともに入っていく。ショートバウンドでしたけども、うまく。山田、右足シュート。さばきがなければ。さあ大久保が来たぞ。大久保、大久保。さあ大久保、大久保が、大久保嘉人。最後はマウド。今日こうもっとちょっと我々は今週感じてしまうね、しまいますね、今シーズンの大久保。しっかりと枠を捉えていました大久保。コンパクトな振りで、ね、ピッチのレベル状況も考えてね、スリッピーなシュートを打ちましたよね。そうね。原川入れます。ハイボール。シアゴ。オーツヘッド。オーツ。ね、本当に。2点目を取りました。セレッソ。ビッグチャンスでしたが。左足。セレッソも早めにうまくタイミングって抜け出す。ファーサイドまで伸びていく。触りましたが今東口をはっ。よし、近距離でよく反応しますよね。フィニッシュ。大久保冷静。豊川にしてみると、どうぞというボールでしたね。慣れてきました。中途半端になる拾って大久保。おい、横パス打ってくれという丁寧な柔らかいボールからエンディングゴール前。得意の左足で持って浮き球のパス、胸と大久保。でも非常に落ち着いてましたよね。そしては坂本うまく使いたいですよね。今度は松田陸が前に行こうというところ、坂本前に送って、そして大久保、これは足元ディフェンスちょっと乱れた。ここでフィニッシュ。1対2セレッソ大阪。まあ、坂本が右サイドでこれ起点作って、はい、松田いいとこ入れた、うん、セカンドゴロ大久保が打った。ナイスキーパー。久保とこのチョンソン、シュートのコースもチョンソンランのセーブも素晴らしかったですね。最後取りましたよね。これ見事ですね。足元滑るんですかね。かなり試合前水まいてました。おっと、大久保先制。ヘッド一発決めて0対1。アウェイのセレッソ大阪、また大久保クルス相手に先制点だ。いやー、いい入り方しましたね。今ねタイミングを測りながら松田陸のクロス決まった。決めて最後は大久保だです。大久保の通算 J1109。 かなり強い圧力で鈴木は。ロングボール大久保、前を向けるか。あっと転倒した。決定的な得点機会が。
裏ですね。高とというシーンですが、さあ得点のシーンは常に前にホイッスルが響き渡りました。あ、最後のところを依頼するね、キアグッドボセンが勝ったのと、ソフィキ選手の2回目の反応、どちらも素晴らしかったですし、大久保嘉人 J1 通算186点目。ブロックしてもう一度坂本から松田陸、中大久保ヘッドだ。この流れに戻ってきた背番号20を、ファラル乾切り返した、大久保かわした、右足、キーパー全く動けません。大久保嘉人今シーズン6点目 J1 最多109。今日が J1450 試合目、節目の大久保嘉人、節目のゴールで大久保のパスです。さあ右からの仕掛け、大久保はシュートがあります、打ちました。うわ、なんと始まってたったの4分、轟に帰ってきた大久保嘉人、クロス相手の先制ゴールです。